大丈夫かしら。かなり苦しそうだけど。俺は腕やったが、こいつは脇腹に一発黒取る。ここまでと。病院に行った方がいいんじゃないの？そうした因は山々やけどな。今病院に近づいたら警察に捕まる可能性が高い。そうなれば理由がどうあれ、2、3日は身動きが取られへんようになってまう。それだけは避けなあかんのや。ママには迷惑かけてしまうがな。それは全然いいんだけど。おう、どうだ怪我の具合は。そうか。それで大吾の方はどんな具合や。そっちも悪い。心臓を無理やり動かしてるって状況だ。今日明日が峠ってとこだろ。しかし驚いたぜ。俺が追いかけてた殺人事件の容疑者と堂島大吾が一緒に東都大医学部に運び込まれたって聞いたときは、てっきり東条会と近江連合の抗争が原因で殺し合いでもしたのかと思ってたが、まさか事件の裏にお前らまで控えていたとはな。あんた、俺らをかくまうようなことして大丈夫なんか。大丈夫なわけねえだろ。バレりゃまた免職もんだな。でもまあいいんだ。俺の刑事人生は17年前の桐生の逮捕から始まったみたいなもんだ。途中退職も桐生、そして復職も桐生。まあ言い換えりゃ、俺はこいつがいなかったら刑事なんて仕事やってんねんだからよ。立場は違えど相棒みたいなもんちゅうことか。ダチでもなけりゃ同僚でもない。でも必ずどっかでつながっちまう。まあ俺とこいつはそういう因縁ってやつで結ばれてんだろうがな。因縁か。この店もそうさ。17年前も桐生はこの店を出てから事件に巻き込まれ、親友のため罪をかぶった。そしてその10年後桐生はまたこの店へと戻り、東条会の消えた100億事件に巻き込まれていった。それから7年間常に桐生は裏社会のキーマンとして戦う運命にあった。だがいつもその戦いの始まりと新たな人間との出会いの場所はこのセレナだった。そうだったわね。ここは桐生一馬という男にとって人生の交差点みてえな場所なのかもしれねえな。その通りですよ、伊達さん。秋山、この店は桐生さん、それにその信念に共鳴する人間の交差点。やっぱりみんなここに集まってくるんですね。お前、お久しぶりですね、西島さん。どうしてお前がここに。実は皆さんに近江連合と東条会の今起こっていることについていろいろと話さなきゃならない、聞いておかなきゃならないことがあると思いましたね。秋山、まさかお前も一枚噛んどるんか。ええ、まあ福岡で始まり、札幌、大阪、そして名古屋と続いた東条会をめぐるこの一連の事件、それは全てつながっています。7代目近江連合現会長黒沢翼、彼の計画に気づいた3人の男の手によってね。3人の男？堂島大吾さん、それに大阪工業会長の勝谷直樹、そしてもう一人はあの真島五郎さんです。これは真島さんと勝谷、それにパク・ミレイという女性が命がけで計画した愛する人間を守るための証拠です。皆さん、少しお時間をもらえませんか。
今回の事件、全ては近江連合の現会長黒沢という男が計画したものです。それはもうご存知ですか？ああ、お前が来る前に西島からあらがたの話は聞いてる。あの黒沢って男が東条会の幹部や桐生、それに身内の渡瀬や勝也を消すためにやったことやと言うとったが、そうです、全ては黒沢の余命が原因で今回の事件は始まっています。東条会の杯外交、それに伴う福岡、札幌、名古屋での幹部殺害、全ては黒沢が描いた計画です。しかし唯一大阪で起こった事件のみが性質が違います。大阪での事件って一体何なんだ？この手紙です。真島さんがかつて結婚していたパクさんという女性に宛てたこの手紙をめぐって、勝也率いる大阪工業と遥ちゃんが所属する芸能事務所ダイナチアとの騒動が起きてしまったんです。真島の別れた女だと？西島、お前そんなこと知ってたか？思い出したわ。勝也っちゅう名前もパクいう名前もどっかで聞いたことある思ってた。シャバに出てきてから一度真島の口からそんな名前のやつの話を聞いたことがある。おそらくお互いの今の立場もあっていろいろと公にできないところもあったんでしょう。真島さんがかつて結婚していたという事実を知る人間はほとんどいないはずです。で、この手紙がどうしたんだ？これがそんなに重要なもんなのか？その手紙は真島さんがかつての妻だった女性遥ちゃんも所属するダイナチア芸能事務所の社長パク・ミレイさんに宛てたものです。問題はその手紙の消し印、真島さんが札幌で殺されたという日よりも後のものなんです。真島が死んだ後の消し印だと？ええ、しかも手紙の文面は真島さんの居場所を指し示す内容になっている。その情報を知った大阪工業の連中は真島さんはまだ生きているものだと思い、真島さんの居場所を突き止めようとその手紙を奪いに走ったんです。その結果、手紙を持っていたパクさんは非業な死を遂げ、その手紙を引き継いだ遥ちゃんも大阪工業に追われる身となってしまった。ちょっと待て、じゃあ真島はまだ生きてるってことなのか？いや、残念ながらそれはないでしょうね。もし生きているとすれば、昨晩黒沢を追って姿を現しているでしょう。でも真島さんは姿を現さなかった。おそらくこの手紙がパクさんに届いた段階ですでに亡くなっていたと考える方が自然です。兄弟、じゃあこの手紙どうやって真島はパクって女に出すことができたんだ？勝也です。そもそもこの手紙はあらかじめ真島さんから勝也に託されたものだったんです。なんだと？どういうことなんだ？ずっと気になっていたことがあったんです。大阪工業の人間はどこでこの手紙の存在を知り得たのか、それが全く分かりませんでした。そのダイナチェアいう会社の誰かから話漏れたんか？いや、それはありません。パクさんは生前手紙を金庫に保管していたくらいです。手紙を持っているということすら従業員は知らなかったでしょう。じゃあどっから？その秘密がこの写真に隠されていました。これは今から20年前、当時東京でアイドルとして活動していたパクさん、それにその旦那さんだった真島さん、そしてまだアクション俳優として活躍していた頃の勝也を写したものです。なんだと？当時勝也のマネージャーをしていた男から聞きました。パクさんと勝也、それに真島さんの3人は20年前から切っても切れない深い絆でつながっていたんです。俳優を引退した勝也を世話したのも真島さんだそうです。お前さっきこの3人が計画した言うとったけど、そしたらまさか？そう、真島さんの手紙の存在をリークしたのは勝也、それに他でもないパクさん自身なんです。どういうことだ？おそらくその手紙は真島さんと勝也が黒沢の計画に気づき
仕掛けたトラップといったところでしょう。トラップ？本来殺されるはずだった真島さんが生きているという情報をわざと流し、その情報に寄ってくる人間が誰なのか、それを見定めるための罠として手紙は用意されたものだったんです。そして敵はまんまとその罠にはまった。誰だったんだその敵ってのは？勝谷が会長を務める近江連合直参、大阪工業若頭の金井、それに俺をわざと煽って遥ちゃんが大阪から逃げないよう誘導した府警の刑事、あの黒沢が真島さんの手紙を追っていた人間です。金井て大吾を撃ったあの男か。古文の金井が裏で黒沢とつながっているということを知った勝也は、自分が真島さんと通じているということを悟られないようにするため、あえて自らもこの手紙を追うような行動を取った。だが実際は金井に監禁されていた遥ちゃんを救い出したり、遥ちゃんの身に危険が及ばないよう先回りするような行動を取っています。きっとそれがパクさんを守りきれなかったことへの償いでもあったんでしょう。じゃあパクは勝也と真島の計画に巻き込まれた犠牲者だったってわけか。おそらくパクさんもこの手紙を受け取った段階で自分の身に危険が迫ることは分かっていたんだと思います。だから事件の鍵を解き明かすためのヒントを、金庫の鍵である万年筆を遥ちゃんに託した。もしものことがあったとき、遥ちゃんならきっと自分の意思を継いでくれるに違いない、そう思ったんでしょう。でもなぜそこまで分かっていてパクは真島や勝也に協力したんだ？東条会と近江連合の構想とは関係のない人間のはずなのに。それが彼女と真島さんの絆なんでしょう。多分パクさんは死ぬまで真島さんと会うつもりはなかったんだと思います。生きる世界も違う、いくら愛していても一度すれ違った道は再び交わることはない。だがそれでも彼女はどこかでつながりを感じていたかった。だから勝也を通じて真島さんの近況を聞き、20年前の思い出をよすがにして孤独なビジネスの道を歩んでいったんだと思います。桐生さんと俺らの交わる点がこの店なんだとしたら、パクさんと真島さん、愛し合いながらも別れなければならなかった二人の交差点は勝也だったということでしょう。しかしそれにしてもお前よくその手紙と写真だけで福岡や名古屋の事件のことまで調べたもんだな。ああいや、実は今ちょっとそのあたりの事情に詳しいっていうか、詳しくなってしまった人間と一緒に行動してましたね。誰だそれ？元プロ野球選手でうちの店の客なんですが、今ちょっと友達のところに会いに行ってます。友達？